大工のアボです。普段は住宅作ってます。今回四方差しを作ることになりました。普段大工っていうのはどういう材使ってるかっていうと、杉が一般的にすごく多い。構造材も多い。あと造作材も多い。あとヒノキ。杉ヒノキはすごくそんなに硬くなくって、杉よりヒノキがちょっと硬い。そんで欅っていうのはどういう木かっていうと、杉とかヒノキとか問題にならないくらいかなり硬い。そういう木を削るっていうのはかなり刃物も良くなきゃいけないし、のみを使う時、こういう原野なんかも、これは200匁っていう大きい、昔江戸時代穴屋大工さんって、穴専門に掘る大工さんが200匁くらいの思いっきり振って穴掘ってたっていう、こういう重い原野を使わないと穴も掘れない。おそらく杉だったら1ミリくらい大きくても入っていったりします。柔らかいんで潰れます。欅はもう1ミリ大きかったらもう全く入らない。だから当時作ってた人っていうのは、今我々大工やってるよりはるかに腕良かったんだと思います。のみって曲がって入っていきます。ここを垂直に狙っててもこう入っていくんで、こののみではまっすぐに実は穴掘れないんです。だから内側に掘っていって、中広くならないように気を使って掘っていって、それで後で差し金で穴のぞいて、穴がまっすぐなのかっていうのは叩くとおそらくこう入っていっちゃうんでまっすぐになりません。その時にこういう月の実って叩かないんで、こう押して出っ張ってるところだけ取っていく感じ。だからのみと全然使い方が、これでは穴は掘れないんで、これ最後に我々は「さらう」っていうんですけども、こう凸凹したところを取るっていう。叩きのみってね、どういうふうになってるかっていうと、こういう木にこう打っていくと、実は切れてないんだよね。くさびを打って割ってるようなものなの、叩きのみって。木の実で調整していくと、今度刃物で切れた面が出てくるよね。かなり気をつけて。欅はこのおそらく3倍くらい硬いんで、もっと時間かかるし、のみもボロボロになります。